はい、どうも、こんにちは。今回また Life is Strange 続きからやっていこうかなと思います。前回は、クロとエ、りあえず、次はどあ、ごこめんに行ごくめん。つもりなんだろう。ここ以外ならどこでもいいか。とりあえず、第2章が始まって、このクロエと、クロエと、レイチェル今と、日も人生散の、々。クロエのとこに行かなきゃ。の思い出の地っていうか、とりあえずここに来て、一通り銃で遊んだりとかして、一旦終わったかなってとこで、ここからまた続きからやっていこうかなと思うわ。じゃあ行こうか、クロエ。何すんの？危ないよ、そこ。あ、出んの？そういうこと？どこ行った？銃をフランクに渡しちまうなんて信じらんないよ。あ、炎上するやまつただ。怒ってる。じゃあ私どうすればよかった怒っの？てない。期待を裏切られるのもすっかり慣れっこだ。撃てないよ、あんせっなかくご信の。用だったのに。俺が戻すから。あ、ちょっと。私がいるから大丈夫。そうそうそう、言ってやれ言ってマやックれ。スがいてよかった。ありがとう。燃える燃えでもる。クロエ、なんでフランクみたいな怪しい人と関わってるの？線路の上歩いクたロエことらないかしくら、ないよ。その遊びできない少わ。し休もうか。別世界に来たみたいだろ。ずっとここにいたくなる。やば。お前らやばいぞ、やってること。昔み炎上たい炎に上。秘密基地を作って閉じこもりたい。フランクに見つかっちまったから、新しい別荘は必要だな。少しは落ち着いたか？フランクに狙われたら怖かった。まだ体が震えてるよ。本当に怖かった。ごめんな。でもフランクはハッタリだけだ。奴は金と買いでも物のことしさ、か頭にない。線路の上に寝たらクロ錆びつかないエ、本気の？で言ってるの？嫌なんだけど。銃を取られて殺されたんだよ。向こうは何するかわからないよ。こんなの私からしたら日常茶飯事だ。クロエ。奴への借金だって鼻から返す気ないさ。ねえ、フランクとは一体どういう関係なの？そもそもあの人何やってる人？まともなことやっフてラないでンしク・バょ。ワーズはこの町で売人やってる男だ。奴とは時々つるんでた。ああ、薬買ってんじゃないの？つるむ。好きなの？ああいうタイプが好きなの？バーカ、レイチェルと町を出るための資金源だよ。フランクはああ。金を持ってた。そんだけだ。そっか。あでれでも、金持ってんだ。奴がレイチェルのブレスレットを持ってた理由は絶対突き止める。怪しいよな。気をつけないとわからない。気をつけないと。だけど気をつけないと。やるならフランクにバレないように動きを探ろう。確かに。マックスとこんな話するなんて変な感じだよ。まあね、5真面目ち年ゃんぶだりもんなのにな。さ、全然そんな気しない。レイチェルもいたらよかったな。レイチェルと私と、なんでって、なんでって、逆なんか言っちゃあれじゃん。ちょっとなんか怒られそうじゃん、レイチェルと私。レイチェルと私、友達あ、にいいなじゃんれいいるじゃかんいいじな。ゃんいいじゃんいいじゃん。相性抜群だよ。レイチェルもアーティスト肌でさ、センスがいいんだ。口あ、が過減ら去ない形けどね。そっくり。きっと3人で親友になれるいよ。や、会いたい会いたい、レイクチェロエがル。そう言うならきっとなれるね。うん。大丈夫、もうすぐ会えちるょっよ。とさ、線路ってなんか落ち着くんだ。なんでだろうな。炎上するってお前ら、多い。ケルワックなら旅のロマンが感じられるからって答えるよ。野音に響く汽笛の音。さすが詩人だね。誰？俺もわかんねえわ。なりたいのは写真家だけど。ここで引かれんじゃないもうの？なってる。あとは勇気を出すだけだ。だってエピソード2であれだったじゃん。うち完もう開璧。幕ねえ。どうした？うるさい。普通にうるさい。何この画角？何このアングル？ほら、エピソード2じゃん、ほどうしたら。の？バカ、お前。わかるだろ、それぐらい抜ける抜けないぐらい。バカ。どこにかけてんの、お前。電車が来る。まずい。ええー、もうなんかしろってことじゃん。どれどれ、どれどれ。なんかなかった、今なんかなかった、あっち。行くべき場所はここじゃああ、ない。冷静、マックスちゃん、冷静、マックスちゃんね、なんか。急いで！
戻せるから戻でもなんかちょっとマックスの走りも本気だな今回は。なんとかしてくれ。これ抜きお前これできる？私の細い腕じゃ。そうだね、そうだね。引っ張り上げられないよ。どこどこどこど。ああ、あるある。引く。引けないじゃん。1ミリも動かない。弱い弱い力が。まあでもそんな簡単に受けたら動いたらダメだよな。鍵がかかってない。バカバカバカ、何すんの？見る。ケーブルを切る道具を探す。もうめんどくさい、もうめんどくさい。助けて、助けてみんな。どこどこどこ。こっちに行ってもしょうがない。冷静、冷静なんだよなマックスはいつも。マックス、マックス、無理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 、もう無理って、もう無理。ごめん、戻るわ。戻ります。クロイは殺しません。クロイは殺させないから大丈夫、安心して。クロイは殺させませんから。分かってる分かってる分かってるから待って、切る道具探してるから今。分かってる分かってる。あんま戻んないな、てかこれあんまり。どこ、あそうか、開けて黒いに頼めばなんか持ってるかもな、あいつ。ちょっと待って待って待って、ちょちょちょ、マックスマックスマックス、どこに判定あんのお前。おいマック、いやもうちょっと戻れないんだよ。あーそうなるんだ。じゃあ一旦、じゃあちょっと黒姉さん、黒姉さんごめん、黒姉さん、姉さん、姉さんごめん、姉さん、姉さんごめん、姉さん。どうすればいいのかな。あ、長押しで時間巻きます。あ、そんだけ戻れるんだ。言ってよじゃあ L2 って。見たくなかった俺だって、黒が死ぬとこなんか。開けてあれかな。よいしょ、これで台戻ったでしょ。よし、もう判定が分かんない。で見る、ケーブルを切る道具、どうぞ切る道具を探そう。で姉さん、姉さん持ってますか、姉さん。マックス、マックス、私の細い腕じゃ。じゃじゃじゃ、だから引っ張り上げられない。切る道具、切る道具お前持ってんだろ。切る道具1個ぐらい。あ、なんかある。ちょっとどこどこ、どっか登んのこれ。おい取れるだろお前、頑張れば。もう取れるだろって。あー、これ回り込めること。これは使えそう。バールでいけんじゃない。でもどこどこどこも微妙に分かんないんだけど、いけるいけるいける。これ切る道具じゃねえこれ。バールいける、バール、バールじゃない、違う、ここじゃない、ここか。違う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 、バルバル。これバルでも全然動かない。じゃダメだわ、じゃダメだわ、じゃダメだよ、じゃダメ、じゃダメだよ。バル使えねえじゃんこのクソゴミ、クソゴミを。誰が誰がバル持ってる。え、バル持ってんだけど。そんなことある。え、アイテム持ったままなんだ。切る道具を探そう。これ上まではいけんだな。でもガバガバだな。あ、これドアで、あ、バールね、オッケーオッケー。バール使えんじゃん、うまっ。バール使うのうまお前。どれだ。あー、これいっぱいいる。違うね、オッケー。これは、あ、いいのあるじゃないですか。ベンチ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 、サバイバル番組みたい。ちょっとこれで、これ一旦戻ろうぜ。戻ればアイテムあれでしょ、多分持ったままだから。戻って、はい完璧ですと。最強じゃん。走れ走れ。何これ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 。ドラムが何かに引っかかってる。バル強、バル強いじゃんお前。え、バルめちゃくちゃ強いんだけど。これでドラムが動かせる。バルめちゃくちゃ強いじゃん。あ、バル強。クロエに手を貸さなきゃ。え、何のためにやったの。なんとかしなきゃ。何今の、何だったの今。じゃあ
何これ、何が見れた今俺。お、来たね、だいぶ戻ってきたね。これか。使ってみるぞ、この持ち物引き継ぎ強すぎない？どのケーブルなの？知らな、黄色いこう。ショートしちゃった。なんとかしてくれ。ダメじゃ、じゃダメ？どのケーブルなの？赤。よし、当たり。で、これで、これか。よし、やった。危なクロエ。な、ドラム缶何だったのじゃ。大丈夫。また助かった。すげえ。マジで命の恩人だよ。どこに引っかかっての、引っかかる仕組みが分かんねえから。危なかった。何そのボックスとか。人気のない静かな穴場で朝を過ごした感想は？クロエと遊べて楽しかったけど、授業始まるまでに学校に戻らないと。命の恩人のためなら。線路の上歩くなお前ら。やらせてもらうよ。考えろお前。でもこの力いつまで持つかわからないよ。関係ないよ。私たちさえずっと一緒なら。ちょっとクロエ。マックスの力にハマってじゃなくて、ちゃんとマックスが好きなんだよな、クロエは。いいね。明日帰ってきた学校に。あ、送ってくれたんだ。もうちょっと綺麗な車が良かったな。文句言うなら。送ってくれてありがとう。遅刻せずに済みそうだよ。こっちこそ。退屈じゃなかったか？楽しかった。もうさっきのこと忘れたの？雨降ってんじゃん。なあ、やっぱマックスの力と昨日の雪は関係あるんじゃないか。うん。きっと竜巻も。きっと何？何これ、きっと竜巻もって言ったじゃん。どうかな、どうかな。規則性がないよ。何のんきなこと言ってんだ。マックスは私を2回も助けた。未来を変えたんだぞ、うん、カオス理論知らないのか、偉そうに。全ては予測不能ってことでしょ。何が起きても不思議じゃないってことだ。マックスの場合は特に。あ、なんで私がこんな小さな町の。いやー、そんなレベルじゃないよ。もうちゃんとストレンジアトラクターだ。解決してるもんだって。この学校じゃそんなことも教えないのか。竜巻に季節外れの雪にタイムリープ、滅亡へのカウントダウンだ、うん、今のうちに遊びまくるしかないな。要は私に任せってことですね、先生。最悪から最高の一週間になったな。最強コンビの復活だもん。ちょっとやだ。早いわ。ちょっともうちょっとバイバイしたかったわ。早いわ行くのがお前。まあでもまあ車道で止め続けるのはちょっと迷惑だからな。学校何が起こるんだろうな次は。あ、セーブしてる。エンターザボルテックスクラブ。あ、なんかピントあったよ。あ、関係ないんだ。ジェファソン先生の授業までちょっと時間あるから、うろうろしようかな。うろうろしたら終わろうかな。どうしようかな。おジョスティンじゃ、ジョスティン。普通の子だったらパーティーを楽しみにするんだろうな。ボルテックスクラブ世界の終わりパーティー、ブラックウェルプールにて。見たっけ、覚えて。パート1とかだぞ、見たの。覚えてないわ。ボルテックスの進行ってとこか。これポスター変わってんのかな。変わってんだったらまあ。姉さんと世界の終わりを迎えるなんて絶対嫌だ。プレスコットね。うん、邪魔していい、邪魔していいよお前、大丈夫。ジャスティンはいつも眠そう。あ、こっちの子はピント合わないんだ先生。でも銃は持ってきていいんでしょ。あ、ノーランニング、ノーイヤリング。あ、ブラックウェルアカデミーの廊下では走らない、叫ばない、押さない、落書きをしない。全部守られてないわ。ウェルズ校長っていつも大変そう。これ見て。ああ、マックスか。また銃がどうこうとかいう話じゃないだろうね。いえ。踏み込んでみるか。どうこうって、姉さんは本当に銃を持ってたんです。本人と話しましたか？ああ、非常に憤慨した様子だったよ。うん。無理もないだろう。事実関係が明らかになるまで
君は勉強に専念していなさい。本当にやってくれんの校長。そんなこと言われても、まあでもこの学校がな、この学校には危険なことなど何もない。警備主任が導入した新システムのおかげで校内の安全は保たれている。あ、保たれてるか。マドセン主任は生徒を囚人みたいに扱ってます、うん、マックス、証拠にもなくまたそんなことを言うのかね。校長先生こそ何が言いたいんですか。歯向かうな。あげつらうだけなら誰にでもできる。姉さんの次はマドセン主任か。いい加減にしなさい。これ以上の話は無駄だ。あ、でもこれ長女じゃないから関係ないか。ポスター変わってるかな、これ。フランクに借金とかあったの？あ、レイチェルちゃんが？掲示板に貼ってあるものを見るとその学校のことがよくわかるね。これ多分見たんじゃないかな。俺らが見んじゃん。あ、話すんじゃん。トロフィー。水泳にはだいぶ力入れてるな。か、ザッカリーはフットボールのことしか考えてなさそう。誰お前ザッカリーって。ザック。よー、マックス、今日はカメラ持ってねえのかよ。カメラがなくても常にアイデアを練ってるよ。意識高っ。ビクトリアとエロチャットの話を言いふらすアイデアとかか。済んだことは言わないよ。言わないよ、ビクトリアの思うツボだし。確かに、あいつ騒ぎを起こすためなら何でもやるのか。たく、なんであんなことするんだろう。めっちゃ響いてるけど大丈夫？声かわいい。めっちゃ響いてるよ。金持ちだし頭もいいし、何が不満なんだ。まあ正直どうでもいいけどさ。まあ、確かにビクトリア恵まれてるもんな、割と。必死だな。もう入学してるのに。ねえこれ。世界はあなたのためにある。ブラックウィルアカデミーはただのハイブリッドカレッジではありません。我が校が誇る世界的に著名な教員たちがその教養を惜しみなく分け与えます。入学カウンセラーにご相談ください。あ、入学しちゃったからな、もう。レイチェル、あなたに何があったのか突き止める。こんなの信じる人いる？負け犬になるな、夢が現実になる場所を見逃すな。ボルテックスクラブ世界の終わりパーティー。ボルテックスクラブ世界の終わりって割となんかついてるよな、そのマックスのさね、竜巻のこといいさ。普通の子だったらあーボルテックス勧誘するんだろうな。コードに何の用？写真ならお断りだよ。目つき。パーティーに呼ぶゲストの名簿を作らないといけないから。はいはいはい。そうなんだ。どうせ興味ないでしょうけど。そんなことない別に。そんなことないよ。別に。そんな服着てるくせに。ボルテックスクラブのパーティーにはドレスコードがある。うん、なんだその言い方は。おしゃれな服持ってる？あなたの来るところじゃないよ。胸くそなんだけど。あ？何が加わるんだろう会話に。ドレスコードで着てきた方がいいっていうのかな。ポスター全部あれだな。エンドオブザパーティーだな。ワールド、これ何これ。行ったら何か学べるかな。地球温暖化、季節外れの雪。あれか、昨日の不思議な降雪は気候変動の危機が迫っているという地球からの危険信号です。ブラックエルの学生と教員とともに第二氷河期を防ぐために何ができるかをキャンパスの集会所で話し合いましょう。いいね、行こうぜ。これ大事じゃない。コードに、まあ、何の用？そうなんだ。どうせドレスコードについて聞いてみようぜ。ボルテックスクラブにはドレスコードあるよね。何を着たらいいかアドバイスもらえると助かる。いいね。意外ね。おしゃれには興味ないのかと思う。あるある。思ってなさいだけだよ。名簿に名前を載せておくからパーティーの前にアドバイスして。いいやつ。よかった。じゃあよろしくね。こういう感じなのかな、やっぱみんなって。詳しい情報は後で送るから。それじゃあね。なんか明らかに悪そうなやつでもさ、その話し方を変えればこんだけ違うのかもな。なんかトレバーが周囲を伺って感慨深いな、これ。あ、いるじゃん。デイビッドは一体何を企んでるんだろう。絶対突っ込まれんじゃん、この前のこと。お前この学校でやって気をつけろよみたいな。てきましょう。絶対言われんじゃん。あの、すみません。昨日のクロエとの件についてだが。クロエを殴った。話すことはない、別に。話すことなんてないです。そういうこと？クロエを殴ったくせに。そういうこと？クロエは俺を侮辱した。だが、殴っていい理由にはならない。あの子には悪いことをした。すまなかった。あれでも。元軍人なのに。なんかちょっといい感じじゃん、でも雰囲気。あの子が心配だから言っているんだ。俺があれくらいの頃はもっとひどかった。クロエも
ここの生徒たちもそれに比べたらずっとマシだ。俺なんかちょっと印象違うな。ケイトが何か？ケイトが何か？大事な話の途中でお前が割り込んできた。彼女はまた別の問題だ。ケイトは悪いことしてません。何したか教えてよ。いいか、これはケイトだけの問題じゃない、うん、学校の生徒全員の安全に関わることだ。お前も含めてな。え、ケイトなんかしてんのかな。監視カメラで安全が守れるとは思えない。ありえるね。グラント先生の署名運動で行方不明の生徒が見つかるのか。レイチェルを見つけるのは警備主任のあなたの仕事じゃないんですか。まあまあ限界がある。でもレイチェルのことで何か活動範囲的に。お前と口論するつもりはない。言い争いはもうたくさんだ。話は以上だ。こあれかな、ワンチャンさ、ケイトがさ、実はなんかすごい大きな悪いこと企んでたのかもしんないな。俺らは気づいてないけどさ。は？いいじゃん。これ日記も読みたいな、ちょっと。まあ、キャラクターそろそろ終わるから、あれにしようかな。動画の終わり日記にしようかな。キャラクターシリーズそろそろ終わりそうなんだよな。あ、誰だか、誰かな。校長まで見たのかな、多分。ウォーレン見たっけな、覚えてるわ。まあいいや、行こうか。あ、ウォーレン。あ、写真くれた。あ、かわいい。おい、マックス。科学の教室にいるよ。今、シュレディンガー猫じゃないよ。あ、じゃあ科学の教室で。ウォーレンに会いに、実験室に行こうかな。バナーだね、これ、バナーって。何、バナーってあったけ、今。バナーって何、これ、バナーね。エリートってパーティーしないと生きていけないの？まあ、エリートじゃないでしょ。薬を飲ませるかも。ルーク誰？ルークってあいつか。電話を盾にして人を避けてる。あ、いいの、いいんじゃん、いい。ジュリット。まったく、今度はちゃんと否認しないよね。まったく。ジュリット。今度はちゃんと否認しないよね。ああ、ジュリットじゃない方に会ってたんだ。ローガンの方に会ってたんだ。ピントが。ジュリット、ざっかりに容赦ないな。あとは何これ。こんなポスターでいじめがなくなれば苦労しないって。あ、はいはい、あ、ケイト、そっか、俺のだよね。あー、やだー。もう開けてないからね、パート1で。しょっぱな A 番。あ、これ、あー、いるじゃん、いるじゃん。先生、先生、久しぶりです。グラント先生はいい人だし、頭がいい。本物の先生。初めて来たな、でもここ。あ、話せんじゃん。グラント先生。マックス、いいところに来てくれたわね。なんすか？監視カメラ設置に反対の署名をしてくれて、ありがとうね。はい。大事な一票よ。どうも。聞いてみようか。署名運動は順調ですか？署名に協力してくれて、ありがとうね。聞いた聞いた、さっき。本当に助かったわ。先生、さっき聞いたよ。みんな SNS を見るのに忙しくて、署名どころじゃないのね。じゃあ SNS やればいいじゃん。そうやって大事なことから目をそらしている隙に、うん、いつの間にかプライバシーが奪われていくのよ。まあまあ気づかないとね。これでカメラの設置が取りやめになるといいですね。あなたのような賛同者がいれば大丈夫よ。でもこれマックスがよく考えていろんな人と関わってるな。私は今、秋ならではの写真に夢中で。先生も秋が一番好き。先生。季節が移り変わるのはいいものね。この学校のキャンパスは特に綺麗だし、ジェファソン先生もよく写真を撮ってるわ。いい先生感あるな、今んとこ。ジェファソン先生はどんな人ですか？才能豊かで、教師としても優秀よ。いいね。この学校では私の方が古株だけど。めっちゃ光ってるヤリング。ヤリングだっけ？それに、本格的な秋はまだまだこれから。イヤリングの輝きやばいんだけど。昨日の雪ですけど、ピカピカするもん。どう思いますか？そっか、科学だもんな。説明のつかない気候の変化。先生、イヤリングが。ネイティブアメリカンは違う解釈をするでしょうけど。すみません、私そろそろ行かないと。いやー、もうごめんって。それじゃまた今度話しましょう、うん、近いうちにね。マックスから話しかけて今度ってお前おかしいだろう。あ、宗教あるよ、宗教。見ようぜ見ようぜ。水平リーベしようぜ、水平リーベ。やっぱでも絶対あるよな、科学。周期表。そもそも周期って何？ギク。もうそれに答えられない自分の弱さが出たわ今。見らなければよかった。ウォーレンを小さく丸めてテストに持ち込みたい。
その先の未来、ブラックウィルアカデミーは次世代の思想家がその才能と知識を発揮するために芸術と科学の両立が必要不可欠であると考えています。香港の教員及びカリキュラムは世界的にも類を見ない幅広い分野を網羅しています。あなたの未来はここから始まります。これもセールが微妙だからな、多分ケイトのイベントでセーブされるんだよな多分。どっちかな。ウォーレンごめんって、先にウォーレン絶対大事な話だからこっちから行くわ。ブルックはいつも私に対してよそよそしい、なんでだろう。マックスそれ言ったらもう絶対あれだって。そうそうそう、よく考えればわかるよ。いいとこで言ったなお前ウォーレン。ウォーレン好きなんだよ多分こいつ。マックスどうしたの。ドローンのこと。ドローンは順調。駐車場で飛ばしてたらグラント先生に没収された。監視カメラがどうこうって、うん、ウォーレンの車なんか監視するわけないのに。ついでにウォーレンに GPS つけたら。そっちこそウォーレンにつけられてない。ごめんもう行かなきゃ。ああそう、それじゃあね、バイバイ。ブチって切るのやめろよ。ブチって話切んの全然広がってんぞ話今。脳を持ってこいってね。何やってんのウォーレン。魔術師さんが頑張ってる。いい表現するな。ウォーレン大丈夫、浮かない顔して悩み事。マックスちょうどいいとこに来てくれたね。ボコボコじゃんお前。ちょっと実験のアドバイスが欲しいんだ。え、ウォーレンにもわからないなら無理だって。カリウムとナトリウムどっちを入れたらいいと思う。教えてマックス博士。まあだからこれあれだもんな、素人が逆にねすごい発見する可能性あるからね。素人のなんか考え方がねわからないからこそ。そうだな。じゃあナトリウム。大丈夫戻れるから。本当にマックス様のご信託を信じるよ。それじゃあ仰せのままにナトリウム投入。爆発んじゃない。大丈夫。ダメだ失敗。あ変化なしだ。オッケー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 。びっくりした、爆発したらどうしようと思った。今ウォーレンが死ぬんじゃないかってワンちゃん。ウォーレンマックス。ウォーレンにカリウムと何が増えんだ。でも逆にカリウム行ってみようか。じゃあなんで私に聞くのかわからないけど、そうだな、カリウム。はいカリウムね。うまくいったらハグしてあげるよ。いらねえよハグすんじゃ。お前がハグしただけだろお前。おおかしいな今の。おかしいな。ダメダメ科学者だな。え、脳を持ってこいって。え、これダメなんだ。ちょっと待って、どういうことこれ。え、何が正解なのじゃあお前の話って。ウォーレン。マックスちょ、ウォーレンにもカリウムとな、大量のカリウム。なるほどね。カリウムをたくさん入れてみたらどうかな。あー大爆発するぞ。どっさに山ほどね。大爆発するぞ。目が輝いてるね。科学者の顔になってるよ。よしやってみよう。大爆発するぞお前。ほら、ああしてやられたよ。すっげえ楽しかったな。うん、でもこの実験のことは我々だけの秘密にしよう。いやこれは科学者だなウォーレン。ここ楽しいと思うな。科学者だわ。お骨。本物の骸骨は使わないの。使えねえよ。重いだろお前科学室に。お前本物なのあったら気まずいっていうか、すごい。ここ終わったら多分セーブされるから。何もしてくれないんですか。ケイト僕の立場も分かってくれ。え、私の立場分かってくれないのに。本当はどうでもいいんでしょう。ケイト並走しよう。ケイト並走しよう。ケイト並走しよう。もうほっといてよ。ケイト並走しよう。ケイトどこ行くの。ケイト、ケイト、ケイトどこ行くの。ケイト、ケイト君これもう俺行けないよ。この先行けないから俺。ケイト、ケイト、ケイト行けないもん俺。行けないもん。ケイト行けないもんそっち。先生の方か話すのは。じゃあセーブしてほしいからちょっとここまでやるわ。ちょっと多分話せば進むでしょう先生。ああマックスちょっといいかな。はい。元気がないな。何か心配事か。ジェファソン先生今いいですか。マックスが可愛く見えてきたな。だんだん提出してくれるのかな。それとも何か別の話かい。あ、あいつ話してない。実は相談が。
ケイトのことが心配なんです。意識高いって話してない。ああ、噂は聞いたよ。ケイトと一緒に警備主任と口論したんだ。ちょっと時間長くなっちゃうかも、ごめん。デビットについて。マドセン主任がケイトを怒鳴りつけていたので止めに入ったんです。とても見過ごせなくて。なるほど。マドセン氏ならあり得ることだが、彼に非があることを示す証拠はあるかな。私の証言だけじゃダメですか。うん。迷ったんですが、そうだよね、やっぱ写真、そうだね、撮る。写真における最も基本のルール。違う、もう先生、いずれにせよこの件は学校側にきちんと報告する。あー、そっか、戻れるから撮って。え、撮ったよな、撮って戻って助けたもんな。例の件、ケイト取り乱してます。ケイトは取り乱しています。うん、毎日嫌がらせをされて、そうそうそう、宿題も手につかないぐらい。ケイトにも問題があったのでは。うん、彼女の説教が疎まれていたのは事実だ。説教、隠し事をしているようにも見える。説教って何ですか。ケイトと直接話したかい。もう話したよ。はい、今朝電話で話しました。あ、今朝はこんな時は友達が支えてあげないと。ケイトまでレイチェル・アンバーと同じになってほしくないんです。レイチェル・アンバーとケイトに何の関係があるんだ。街中にビラが貼ってあるので、うん、どうしても頭をよぎってしまう。不登校ね、不登校になっちゃう。レイチェルのことは気がかりだが、君は自分の心配をした方がいい。え、なんで。ウェルズ校長から女子トイレでのことを聞いたよ。なぜそれを。なぜそれを。先生に隠してたわけじゃないんですけど。マックス、これは冗談じゃ済まされないぞ。私が嘘ついてるって言うんですか。そうだよ、作り話なんてしません。先生信じてくれたじゃん、いつも。だといいんだが、ただここ数日君の周りではいろいろあったようだ。まあまあ、クロエにもあったからな。でも先生、私本当に。ちょっと失礼。先生、もしもし。ああ、ああ、ちょっと待って、すまない、大事な電話だ。教室に入ってください。絶対先生悪いやつだって。これ絶対先生悪いやつだよ。表面上はいいように見えるけど。ちょ、こいつちょっと話そう。お前話してなかったから。お、マックスじゃん、また後でな。なんだよそれ。お、マックスじゃんって。こう入ったら多分あれでしょ、すぐでしょ。うわー、セーブされねー。セーブされない割にいっぱいいるもん。うわー、セーブされない割に。え、てか、あいついいんじゃん、あいつイチャイチャしてんじゃん、嫌なやつ同士が。やっぱ絶対セーブされないんだもん。どこまで戻されんのこれ。まあ、とりあえず今回はこれぐらいで終わるわ。じゃあ、時間が時間だし。じゃあ、あざした。ウォーレンに電話番号を教えたら、思った通り毎日山のようにメールが来るようになった。今日の要件は、この前貸した USB を返してほしい、だって。まだ借りてから1週間も経ってないのに。中に保存されてるドラマと映画を全部見ろって言われたけど、まだ全然見終わってないよ。エロ動画とかじゃなかったからよかったけどさ。でも、この学校にウォーレンみたいな人がいてよかったなと思ってる。結構趣味も合うし、いい友達って感じ。科学オタクだけど、アートの話もできて、写真も見る目もある。私の写真を褒めてくれるけど、本心なのかお世辞なのかは分かんないな。でもウォーレンは自分の意見をはっきり言うタイプだから、絶対に嘘は言わないと思う。同じ学年に一人でも味方がいると心強いよね。それにウォーレンといると楽しいし。